というわけでいろんなお知らせがございましたが、皆様今後もスマバト要チェックでございます。ということで、続いて会場は慌ただしくはありますが、グランドファイナル行きましょう。もちろん観戦していただければと思いますので、片付けで、手伝ってくださってる中本当にありがたいですが、観戦したい方もぜひぜひ最後まで見ていっていただければと思います。勝者側チーム劇ザキ、敗者側 T。 半年ぶりぐらいに関西がスマホと守ることになりそうやな。確かにこれ2人とも関西勢ですね。ザクレイ君が完全に支配していて、その前は、ね、関東の王者ケンさんやシキーさんといったモサがスマホと支配していました。たったのケンさんやったかな、その時は確か。というわけで久々に関西同士のグランドファイナル、勝者側ザキデデで、敗者側ティーパックマンいきましょう。デデデパックマン、そこでゴルドを跳ねるんかい。さあジャック出し切ってしまったところをすかさず空中前から掴み当てていって 27.9% ティーパックマン若干リード、メロンを奪って、うまい、え、何このゲーム、もしかして、もしかして、ベヨネッタの血を指さます。あっと、よくもし危ない、クリップの用意はよろしいか。ティーパックマン、やはりこの男どんなところかでも決意していく。あのデデデを2桁で持っていく。あー痛すぎる。いや、ここでしっかりと上 B、 なるほど。あ、水流で終わらさせようとしましたね。座席三角飛び狙ってましたね。この試合も飛び道具が飛び交う賑やかなグランドファイナルになりそう。空中後ろ撃墜ならず、これはさすがに、さあジャンパーが量許さない。ゴールド 70%。 ザキ選手のゴールド、本当に無駄なゴールドがないんですよね。これは吸い込み通って回避通った。お互いに攻防が凄まじい。空中に至るから今のはジャンプを読んでいた大ジャンプ空中でしたね。ザキデデで吸い込んでその場に設置。飛ばないんですね。飛ばないですね。ゴールドをガードさせて読み合い、しびれて、さすがに何も当たらないという判断ですかね。自分のにしますねみたいな。その場に設置するのちょっとシュールですね。ガードさせて掴んでいくセットプレー。ティーパックマンが大事に抱え引いたベルは接中点の下から飛んできた。貫通してませんでした。さっきガードしたら止まって、怖い怖い、大丈夫、吸い込み分かっていると。赤ベイを出して1ストックリード。ティーパックマン空中しろ、やはりこのパックワンの火力の高さ。空中に至る、空中へ、空中に至る。しかし先でデデ、おそらく焦ってはいないことでしょう。デデデの体重の重さならばまだなんとでもなる。ストックさえ追いつけばゴールドを絡めたこちらも火力は一級品。空中後ろを通したのはティーパックマン、ベルは当たらず、しかし空中に出るで外に出してやり直し、あ、今度当たって空中後ろはわずかに当たらず。これはゴールドを出したところにしっかりかけて反角、空中後ろ撃墜、一本先制ティーパックマン。
さあさあ進行に優しくない男 T、 リセットまで。失礼します。設定協力枠の方、後ろ付近に集合してください。よろしくお願いします。設定協力やった。いい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 ザキデデが取れば、デデデでついにスマバと優勝に王手。ステージはスマ村。痛すぎる。一瞬で30.2。ゴールドだけで45%入った。下スマッシュ見てから起き上がり攻撃です。あがき上がり攻撃ですね。危ない？大丈夫やんな。空中へ消火栓も相まって 62%。 着地しっかりめくりにも対応しているガーケンクーニダル。空中後ろ、跳ね返して空中後ろ。最初のゴールドからダメージをもらってないと思ったら今もらった。ティーバックマン少し差し込みに、マジか。空中やったからっていうとこですね。空中ニードルとかって危なかったですね。吸い込みは分かってますよと見えてますね。ちょっと差し込みに困っているか。ザキデデデリンゴごと殴って DA 発生前、当たったら下手したら撃墜ありますね。可能性ありましたね。ゴールド、さあさあダメージは2倍ほどだが体重差見るにそこまで差はないでしょう。ゴールドでプレッシャー、崖に追いやってもう一回当ててやり直し。さあこの腹筋も完全にやってることスネークですね。スネークですね。このパックマンというキャラ、スネークだったりビオレットだったり変化時代受け身が取れなかった。1ストック先制。ティーバックマン空中前 28%に済んだというべきか。空中後ろ暴れのタックも素晴らしい。掴み通して読み合いゴールド、ゴールドだけでダメージほんまに稼いでますね、この手で。やはり部下は頼りになる部下ですね。ガードが悪そうだったが大丈夫。空中にいたらこれがアフか。撃墜技に当たらないティーパックマン。空中前空中前、今度はしっかり決め、だが空中後ろが待っていた。危ない。空中前ガードをしっかり固くてゴールドをジャストシールドからここは当たってしまった。もう罪でしたね。あそこの回避は追いついて空中前 VB のアーマー結構なパーセントまで耐えますね。アーマー空前鍵が見えていた、掴んでここは空中前うまい吸い込んで掴みは通らず、うまい前回避を刈り取りさ、スマッシュリンゴが当たって 100% さ、鍵が当たって、さあさあリセットなるか。ティーバックマンメテオ狙っていく。先出てで空下からなんか繋がりそうで怖い。掴みが通っているぞ。DA ワンチャンス狙った。このティーパックマン、このパックマン硬すぎる。空中後ろガードから空前でしっかり反撃。空中後ろ
ハードで固まるのも分かっている。全てを持っているこの男、リセット。さあ本当の最終決戦、今の3ストック目の流れ完璧というほかない。リセットやから1戦目は固定のはず。グランドファイナル2、最後の最後までもつれ込みました。リセットですね。T さん表誰に落とされたんやったっけ。 T ガクトだ。キャラは同じくメインを信じて、デデデパックマン、先ほどの2戦で流れを掴んだか T パックマン、対策を掴んだか先デデデ。そうですね、表は T さんガクトさんに 2-0 で倒されてます。長丁場の第2回スマートスペシャル、いよいよ最後の最後。相手も笑ってもこの試合が最後ですからね。 DO3 デデデパックマンでグランドファイナル2いきましょう。いいですね、64の終点の音楽ですね。熱い。飛行機から火力を稼いで空前空中しろ 20% ゴールドを跳ね返して 20% 空中しろ発生前に空中しろを潰して移動回避になってしまう。移動回避ですね。そうですね、このゲームそうなんですよね。あの位置の移動回避は助からないですね。足りないですね。たとえデデデといえども VB が出ないので足りない。今のは少し辛いが吸い込み通ってサレガバチャがもう狙っていく、狙うしかないが、それを許さないティーパックマン。痛すぎ。ストップどんぐらいかかってんの。うまい、お見事。これが百戦錬磨のデデスカイ。通したいところでメテオを通せる男、タイミングバッチリの崖上がり攻撃、掴み外に出してゴルドーとタジャンジャンプをふんだんに使って帰っていく。しかしあくまでも自分のペースを崩さず火力を稼いでいくティーパックマン。空中へジャンプ読んでる。今消火栓の上でゴルドーが跳ねましたね。ベルが当たって赤ウェイ当たって1ストックリード。やりたい放題かこの男、やりたい放題か。流れを切った先でデデ、ここでデデデ特有の体重差で逆転劇見せることができるか。掴みが通って空中ニュートラルの暴れ、空中へ。しかし消火栓が襲いかかってくる。鍵はしっかりガード、うまいがわずかに噛み合わず。ゴールド、さあさあ分からんぞ。ここでストックさえ取ればつかみ前投げ、まあ、しっかりガキャンつかみ通し、ここでゴールド当たって撃墜。ストック追いついたぞ。鬼の拒否見せていきたい佐々木デデ。ここは最終量級の一体がおっと反対側、ゴールドと一緒にまずは攻撃を当てたい、ターンを握りたいザキデデで、それを許さないティーパックマン。あと 29% これ美味しいか。しかし殿下の宝刀を持っているぞティーパックマン。あれなくなった、落としましたね。 50% 怖すぎる。うまい、ジャンプを吸っていく後ろ、消火栓転がり上がり通って空中前、お見事。しかし起き上がりにベルを重ねると狙っていた。ゴールド 62% デデデは 170%、 もう空後ろなんか全然怖いぞ。ゴールドの軌道が変わってちょっと美味しいか、空後ろ
ゴールド、ハンマー部分、もう分かんないですね。あれちょっと分からへん。ゴールド、うまい、掴み通して前投げ。さあターン回に来たぞ、クシロー。さあ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 、最後は我慢に我慢を重ねて、クシロー当て切ったティーバックマン。敗者側からついにスマボと初制覇なるか、待ったをかけるか、チーム劇ザキ。さあ笑顔欠かさないザキデデで、しかしおっと、そういえばそういえばそんなキャラいましたね。重量級使いとして名を馳せていましたよね、ザキさんは。大体の重力使えるはずあるか。さあザキパック、しかしいや、メインを信じ切るということですね。優勝に王手をかけた T パックマン、勝者側から逆王手をかけられているザキデデで、ステージは終点を選択ですね。今度はスマブラ X のボス戦、音楽がいちいち熱い、かっこいいですねこれ。ゴールドはジャスが、うまいぞ、まず通した空中後ろ、消火戦ジャスがしてうますぎ、そこジャスシールド、空中後ろ、暴れを分かっていて、発生の範囲空中ニュートラルで切り替えて空中なる23%対94%。まあこの辺まではザキデデデ側も織り込み済みというところでしょう。いかにここから激戦強風しつつ重たいの当てれるかというところだが、空中前から鍵が当たって復帰としガンガンいく。ティーパックマン乗ってるぞ、空中ニュートラバリから崖転がり上がり通って空中前しっかり見ている。これはつかみ前投げ選択ですね。あ、これはしっかり受け身、当然というスキルでしょうか。空中しろ、低く飛んだがまだ大丈夫、パーセント差はちょうど 100%。 どうする、消火栓が痛くて空中前暴れ、空中しろ空中しろ空中しろ、あ、普通、まだ大丈夫。どう変える、ティーバックマン空中前でゴールド早押し、これはさすがにまだ何も下がらないですね。上からゴールドが降ってきた、やはり頼りなのはうますぎる、どこまで行くれん、届かんのかーい。今のラストストックやったらマジで熱かったっすね。あ、吸い込んでる、しかし状況リセットしましたね。パーセント相当振りついてますからね。飛行機さあ 47% リードを奪った、鍵は避けて DA 弱まで分かっていたが2段目でやめるあたり以来ですね、ティーパックマン。これは空中に打たれる、空中前空中前、今度はビオネッタの石を継いでいる。これはつかみガードで固めて掴もうというところ、前回避を通しただけで出て空中前、パーセントリードザキデデに変わって、ここから大事な2ストック目、リードを先に奪うのどちらか、うまい掴みを通してメテを狙って見せていく、空前掴みに対して空後ろ土昇気、おっと、さすがに後ろ側九死に一生鍵で、なるほど、ゴルドーごとリターンを取ろうというところですね。ゴルドーが当たって大きいですね、跳ね返して跳ね返して、これはもしかしてもしかしない、しかし火力は十分、ほどギリギリ掴み届かず後ろ回避、空中ニュートラルに後隙がないやつで
空中に打たれ、空前に空中に打たれ、パックマンの矛、あとベルで跳ね返ってきて怖すぎる。回避、これは大丈夫か。まだ帰れる。でよかった。つかみ下投げ、パーセント入れ替わって、いちごでも帰るんかい。ゴルド、もしかして空中に取る。いい暴れ、リンゴで跳ね返して、いやゴルドを返すタックが豊富すぎるわ。横強で致命力出たけどまだ大丈夫。うわーっと怖すぎる。飛び道具どっから飛んでくるか、マジわからない。横強、今度は OP か、もしかしてバックマン重量級。横強3度目の正直、100%ですね。 194%、 ここからどこまで火力を稼げるザキデデで。ゴールドはいない。さあさあ、空中に当たる、撃墜。0対0、完全五分。ゴールド一発当たって、新品のゴールド 17.6%、 横スマッシュ、危ない。吸い込んで、忘れた、これはガフですね。忘れた頃に飛んでくる吸い込みでの跳ね返し。ゴールドしっかりと飛行機を拒否したと思ったら当たって、痛すぎて、空しろ。え、今のなんか水田ですら危ない。シャスマッシュ、一気に流れを稼いだ。ティーパックマン取り返せるか、ザギデデデ、しびれている。上スマッシュ、ついにスマバト制覇、ティーパックマンおめでとうございます。この人いつも倒れてる、勝っても負けても倒れてる。いやー強すぎましたね。土下座してる。何これ。めっちゃ正座してる。ではまあ時間もないですが、お二人にこっちに来てもらう。こっちにどうせカメラあるし、こっちに確かに。まあ最後にね、じゃあ一言ずついただきましょうか。じゃあ最初惜しくも準優勝でした。ザキさん、準優勝といえども、でこの成績お見事でした。でここまで来れた。本当にでを方から使ってきて、ずっとここの舞台、決勝の舞台まで行きたいと思っていて、SP で負けはしましたけど、まあここまで来れて本当に嬉しいです。次は絶対優勝するんで応援お願いします。はい、ありがとうございます。ここまでの努力ね、誰も疑う人はいないでしょう。はい、では念願のスマバト初制覇、ザクレイゴーランで泣きするベスター T 君。はい、やっとスマバト優勝することができました。まあスペシャルになってからパックマン優勝したっていうのはちょっとないと思うんで、初めてだと思う。嬉しいです。応援ありがとうございました。はい、というわけで、まあ、レアキャラ同士の対戦でございました。まあちょっとギリギリになっちゃいましたが、最後までお付き合いいただいた皆様ありがとうございました。まあ今片付け手伝ってくださってる皆さんもありがとうございます。最後まで観戦してくださった皆様、配信をずっと見てくださった皆様ありがとうございます。というわけで、ティーパックマン初優勝でございました。スマバトスペシャル第2回ですね。お疲れ様でしたということで、のじんこさん、なんかあれ、僕片付けしてるな。勝手に閉めていい？閉めるで、じゃあ。はい、というわけで、先ほども、のじんこさんから宣伝がありましたが、次回スマバトは3月21日、春分の日予定でございます。まあ、イベントはまだ詳細まで決まってないということですので、まあお早めの申請をお待ちしております。よろしくお願いします。